軍足とは、袋状に編まれた靴下。軍用旅の略。昔、軍隊で使われていたことから、この名がついた。軍家同様旅を織る。際のメリアス技法を転用して作られた。チューブソックスとも言う。五本指の靴下普通の靴下は、足の部分と足首の部分との二つのパーツが接合された L 字型の形状をしている。この形状では、 足が設置する面が常に靴下の裏となるため、全体は何ともないのに設置する部分だけが傷んでいき、最終的にはその部分に穴が開いて使用不能となる。その点、軍足では袋状の形状のため、足裏を前回と違う部分に来るように着用することができるので一部に損傷が集中することがなく、結果的に長持ちすることになる。軍需品として、 大勢の兵士に大量に供給する必要があるので、耐久性は望ましい特性の一つである。また、靴下として利用する他に袋状である特徴を活かして、応急時の物品の収容、搬送にも利用することができる。現在作業医療店で売られている軍足は蒸気と違い、白やきなりの生地に、かかと部分を黒や灰色のモメ糸や、 ポリエステルレイヨンアクリルなどの合成繊維糸でさらに補強して編まれたものが主流である。また、かかとがない5本指の靴下が群足と呼ばれることもある。ありがとうございます。